関東橋とは、ベトナム南部のビンドン省と関東市とを結ぶ、メコン川最大の支流ハウ川に架かる橋である。全長は2750メートルあり東南アジアのシャバリー橋では最長の橋である。橋の名番ベトナムのファンバン海首相が2004年9月25日に建設を計画し、2008年の終わりまでに完成させる予定だったが、 崩落事故が発生しその影響で完成は遅れた。2010年4月24日に関東橋は完成し、ベトナム政府による記念式典が行われ、グエン・タンズン首相、坂場光つ中ベトナム日本国特命全権大使も招かれ、盛大に祝われた。この橋の完成により、ハノイメコンデルタまでのベトナム国道 1A 号線の南北縦貫プロジェクトは完成した。 この計画には4兆8320億ドンの費用がかかり、日本の ODA で賄われた。この計画の受け負い業者は大西建設、鹿島建設、新日本製鉄からなる JV である。橋ができる以前は、ベトナムの国道1号の線につながるメコン川の両岸の船着き場を、フェリーボートが大量の車両のピストン輸送を行っていたが、橋の完成によって、 フェリーによるピストン輸送は幕を閉じた。崩壊した関東橋、関東橋の工事中であった2007年9月26日、地上30メートルの位置にあった橋桁が崩壊する事故が発生。当時250人の労働者が作業をしており、翌27日には52人が死亡し、140人が怪我をしたと報告された。なお、 2008年8月11日時点では、死者は55人、負傷者は79人とされている。10月4日、体制建設等の JV をはじめとする受け負い業者らは当面の保証金として90億、ドンを拠出することを発表した。このプロジェクトにコンサルタントとして参加していた日本公営のエンジニアは、 プロジェクト責任者に2007年6月付で、四方向系統が安全係数を満たさず、作業条件が非常に危険であると、警告文を送付していた。また、別のエンジニアも2007年1月付文書で、仮支柱系統の施行にあたり、安全度の確認のための実験を求めている。事故の原因を調査するため、ベトナム政府は、関東橋崩落事故調査国会委員会を設置。 コンサルタントによる警告については、委員会の第2回会合で取り上げられ、施行を受け負った JV 側は、その後、設計の見直しや補強工事を行ったと説明した。2008年1月8日、事故調査国会委員会は、グエンタンズン首相に放落事故の調査結果について、報告を行った。この時点では、最終結論を出すに至らなかったが、グエン首相は、 思考方法の安全が確認できたものについて工事を再開することに同意した事故調査国会委員会は2008年7月2日に最終的な報告を公表したこの報告では事故の原因は仮設支柱の支柱基礎が不当沈下したことであり通常の設計においては予測困難であったと結論付けられたなお 事故の責任の所在については、調査報告を踏まえ、ベトナムの関連当局が調査、検討を行うこととされた。この最終報告を受け、工事は2008年8月に再開された。日本国政府開発援助関連関東橋崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。